それではこのお時間からは毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、5日間シリーズで開催されておりますボートレースチケットショップ由布開設2周年記念、本日4日目を迎えました。準優勝戦日ということで、本日の第9レースから11レースで、準優勝戦が争われます。さあ、長谷さん、はい、3日間の予選を終えましてベスト18位が出揃ったわけなんですが、はい、予選も結構混戦となりましたね。そうですね。はい。さあ、そんな中トップ通過となったのが木村正樹選手、そして2位通過が山本博久選手だったんですが、さあ、この上位の2名得点率は 8.40 と、はい、同タイムで並んだんですよね。同でしたね。はい。そして着順も全く一緒同じということは、一着の三周の最高タイムで決まったわけなんですが、はい、それが木村選手だったということですね。さあ、そして3位なんですが、地元の山崎康介選手が、長谷さん、上がってきました。ボンバー上がってきました。ボンバー来ましたね。来ましたね、はい。さあ、2日目の、ね、6位からのジャンプアップで3位通過となっております。さあ、この選手が、本日の、準優勝戦1号艇で登場いたしますので、ぜひご注目していただきたいと思います。それでは長谷さんには本日も2レース予想を挙げていただきました。まずは注目レーサーのフリップからご覧いただきましょう。さあ、長谷さん、今日の注目レーサーなんですが、第10レースの準優勝戦に登場いたします木村正樹選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いいたします。ここまで来たら逃げるよ。はい。さあ、1号手の木村正樹選手ですね。はい、はい。さあ、まずここなんですが、進入なんですけれども、ここは枠なりの、ないでしょうね、はい、枠なり。ただ枠なりになってもこの4号艇篠原選手は今節スタートバシバシいってるんでね、怖い角にはなりそうですよね。そうなんですよね。さあ、そんな中20丸の1号艇に木村選手20丸。いや、これコース上25号機、はい、あ、本当にね、伸びはね目立ちませんけどね、はい、うん、出足回り足抜群ですね。うん、しっかりスタートいければもう全然もう回ってぐいっと前に行くでしょう、はい、それぐらいの足ですね。はい。さあ、そして対抗評価には2号艇の榎木選手、ね、2日目まではトップだったんですけどね、昨日のちょっと前半の5着が痛かったですね。そうでしたね。それもあって、でもまだ2号艇2コースならしっかりとね、いじめしたいでしょうね。やっぱり地元輸出したいところですからね、はい。ただちょっとね、はい、船足が昨日は悪くなってましたね。なんか回転がどんどん上がらなくなってきた。しっかり今日は合わせておきたい。ただ、はい、先ほど言ったように篠原選手がスタート来るんでね、うん、内側、はい、榎木選手、那須選手はしっかりスタート行って止めたい。4番、5番とかね、外が来なければ、はい、榎木選手が追走のすんなり 1-2 なのかなと思います、はい。ただ接戦でしょうね。そう、接戦ということで、やはりこの4号艇の篠原選手のスタート次第ではということで、そうでね、那須選手はね、成績はまとまってはいますけど、ちょっと回り足、はい、ターンで少し流れるような傾向がちょっと見られるんですよね。そうなんですね。上向いてるのは松尾選手ですけど、はい、すごくいいっていうわけじゃない。でも4が攻めてくれたらいいとこにいるのは5なのかなと思ったんでね、はい、5に黒三角を回しました。はい。さあ、そして、フォーカスの方なんですが、まあ、榎木選手が続いてということで1ふた流し、そして1流し2ということで、すんなりなら1、2だけど、言うとおりね、まあ、4が攻めるそれはもう6番にも出番があるかもしれない。ちょっと3着はね、はい、一応ね、はい、印で回ってない4と6も入れとった方がいいのかなと思ったんで、1、2からちょっと前という方がする。そして、はい、榎木選手の3着は僕の中ではあくまでも抑えなんですよね、はい。1、2からだけど、榎木選手はもう失敗しても3着には来ないかなと思ったんでね、このフォーカスまず出しました。わ、はい、かりました。さあ、そしてこのレースは抑えも上げていただいてますね。先ほど言ったように4号艇篠原選手がスタートいってる、はい。これね、6号艇森永選手、これね、船足これいいんですよ、うん。長谷さん、注目レーサーで挙げていただいてましたよね、はい。でね、あとは昨日のね、12レースもね、6コースからいいとこ展開ついて、はい、バックグイグイグイと伸びてたし、はい、2マーク回った感じも良かったんですよ、うん。すんなりの6コースならね、なかなか出番ないけど、はい、ここはね、4が仕掛けていく可能性がある6コースなので、うん、はい、
モーターのいい、船足のいい森永選手を抑えておこう。4が攻めるんで4に絡める、はい、そして5も絡めておきましょうということで、はい、6の2、3着だとここは4と5、外の選手を絡めましょうかね。わかりました、ありがとうございます。さあ見どころたっぷりの第10レースの準優勝戦、まずは木村選手を挙げ、注目レーサーには木村選手を挙げていただきまして、はい、フォーカス、ご覧のフォーカスを挙げていただいております。ぜひ注目されてください。さあそれでは長谷さん、今節ラストのあのコーナー参りたいと思います。せーの、困った時の長谷だろうみ。さあ昨日なんですけれども、長谷さん、満州は2本のうち1本が10満州が出るなど、10満州出ましたね、大きい配当も出ましたけどもね。さあ昨日の本戦の、挙げていただいた困った時の長谷頼み、本戦の方で的中となりました。いいんですよ、気をつけなくても。いいね、全然大丈夫です。もう全然もう1、2なんちゃらという大本戦決まりましたね。はい、ただ2日目にはね、長谷さんクリティカルヒット打ってますので、え、何満州当ててもらってますので、今日はねラストの長谷頼みを頑張っていただきたいと思います。はい、それでは続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ今日の困った時の長谷頼みなんですが、第11レースの準優勝戦を挙げていただきました。準優勝戦ですね、はい、ここをまずちょっとね、進入はね動きがあると思うんですよ、はい、シローズ選手がスローを狙って動く、うん、はい、1と2はね、まあ、抵抗しますよね、間違いなくね、うん、だから1、2という並びはね、はい、もう崩れないと思います。だからシローズ選手がどのぐらいのタイミングで入ってくるか、うん、深くなるようだと3が引く可能性もあるし、はい、シローズ選手がまあゆっくりね動いてきてスローがいいっていうだけの進入になればね、はい、1、2、3、6、ダッシュ、4、5というのにもあるのかな、はい、まあ、ポイントは6の動きですよね、はい、でもいずれにせよやっぱり1号艇の山本選手は、うん、船足これいいと思いますよ。そうなんですね、特別出てるわけじゃないけど、はい、ターン回りとかはね僕問題ないと思います、うん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 、今節はインで2戦負けなしですからね。そうですよね、2日目3日目と連続して押し切っております。ここもしっかりと逃げていただきましょう、はい、ということで本命ですね、はい、さあ対抗評価は2号艇の白井選手を差し置きまして、3号艇の砂永選手につけていただきました。モーター重視で砂永選手の方を対抗に抜擢しました。ここは、はい、あの出足関係がいいし、うん、だから出足関係にしっかり前に押すんですよね、はい、で出足を求めて、出足回り足求めていってるけど伸びもついてきた、うん、いい足ですね。だからちょっとモーター重視で 1,3 にまず行ってみました。ただ、はい、白井英二さんですよ。そうなんですよ、なんだかんだ言ったって、はい、1,2ただ白井選手の今節の動きっていうのはよろしくないですね。そうなんですね、昨日の前半終わった時も、ね、言ってましたよ、はい、なんかもう調整が根本的に合ってない、もうてんやわんやですわって大変ですね白井選手も。でそれで順位、ね、はい、前半が終わって後半インから逃げたんですけど、うどうだった、良くなったって言っても、いやなんかやっぱ違う、何やっても良くならないって。でやっぱりあっちから、いや、はい、やっぱりハサンこれボートだからそれしか考えられないんだよって。長谷さんもねずっと 9% のこのボートだから乗り心地出足に不満がある状態だから彼は今節は一着がインからしかないんですよね。そうなんです、ね、でもレースのうまさっていうのは天下一品ですよ、うん、はい、なんだかんだ出てなくても勝ち上がってくるのは白井選手だから1、2はもちろんいいでしょう、はい、で3着はなぜ前にしてるかというと、はい、松山選手ももちろんいいんですけどね、うん、花本選手も動きが悪くないし、はい、白井選手もコースを取ってくるなら十分出番がある、ね、だからちょっと一応5と6の3着も抑えておきましょうというフォーカスで、はい、ですので本当は1、4とかいるんですけどね、でもやっぱり3着流してるの で、 いいで、モーターで3番で実力で2が作るってことで、こうやってフォーカスボス出しました、はい、1、3流し、1、2流しの8点挙げていただいております、はい、さあそして狙い目に参りましょう。初優出狙う3号艇砂永選手、本当に今月はいい足と思います。素晴らしいです、ね、初日だけね5着でしたけどね、うん、2日目からは2、1、2もうずっと船足がいい上に、今節もスタートはしっかりいけてる、はい、うん、でね彼また優出がないんですよ。で今回は船足よし、スタート決まってる、はい、で枠もいいとこにいるので、うん、初優出狙えるチャンスで本人にも言ったんですよ、はい、だからチャンスあると思います、お頑張っておいでって言ってたんでね、うん、
気合入りますね。今節砂川選手にお世話になって後輩と当てさせていただいたんで、はい、まあ、2匹目の土壌を狙うのが私長谷でございますよね。なるほど、1匹目しっかり捕まえてますので2匹目を。だからね、有数っていうのは2着でもいいんですけど、うん、そうですよね、いやいや思い切って行ってこいと、うん、はい、今節砂川選手、はい、白井選手と同じです。で彼、白井選手よりもう前に走った時があったんですよ、うん、あの時ね、道中、はい、木村選手に逆転された2着だったんですよ。そうでしたね、本人言ってました、はい、一着取りたかった。やっぱりそうなんですね、白井さんに勝ちたかった、はい、ここ準優、うん、白井さん勝って相手に勝っていただいたら自信になるでしょう。そうですよね。で、もちろん対抗重視の山本選手ですけど、うん、砂川選手この前の時に松山選手が来たんですよね、はい、そうだったんですよね。僕もなんか2匹目の上を狙う意味で3、4と、はい、で3がまくっていったら5にも出番があるかもしれないので、まあ、5、30から流しておきましょうか。わかりました。さあここね、白井選手が2着に入っていないというフォーカスもね、だいぶ配当も高くなると思いますからね。いや、白井選手この上だとね、1着は3着しかないですからね。そうなんですよね。あ、そしたら1、2なんかいらないの。いや、そんなことないよねわかりました。さあ2匹目の土壌を狙ってということで、本日の狙い目なんですが、3、1流し、3、4流し、砂永選手頑張ってくださいということでお話いただいておりますので、はい、ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあ本日も、毎日展望お付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。